今皆さんは柴原浄水場の沈殿池で汚れを大きな塊にして沈めました。でも作ってくれた沈殿水の上積みを見てもらうと、まだ小さな汚れが浮いているのが見えると思います。次のろ過池ではこの小さな汚れを取り除いて、さらにきれいな水にします。柴原浄水場のろ過池はプールのように大きいので、今回のろ過実験では同じ仕組みの砂ろ過装置で行います。ではみんなが作ってくれた沈殿水をろ過装置でもっときれいな水にしましょう。先ほどペットボトルで作った沈殿水をろ過装置に入れていきます。注意してほしいことは、1、ゆっくりと静かに入れていきます。2、上積み水の3分の1ぐらいを入れてください。入れすぎるとビーカーから水があふれてしまいます。ではろ過装置の下の部分から少しずつ水は出てきましたか？出てきた水は沈殿水と比べてどうですか？観察してみましょう。沈殿水の上積み水だけをろ過装置に入れると、沈殿水に残っていた小さな汚れがなくなりましたね。